そういったやっぱりこんなに頑張ったのにやっぱりあかんかったやんっていう気持ちがね、うん、やっぱり浮かんだのがその第2期ですね、うん、でそんな中でもやっぱり根が真面目なんでしょうね、はい、根が真面目なんだと思います。やっぱり辛くてもやっぱりね、はい、山に行く山で修行する、はい、そういうふうなあのもう辛ければ辛いほど行ってましたから、うん、もう1週間に1回ぐらい山登ってましたからね。あ、すごい。でそんな中であの人がね、うん、あのいろんな縁をつないでくださってならあの今こうこうこういうふうなやったら実言うたらこの仏教系のちょっと有名な大学に、うん、あのとある先生がいる、はい、そこを推薦かけてもらえるように頼むからそこの先生の元であの働けるようにここの大学を入ってみるかっていう話が来たんですけども、うん、はい、私はその当時高校中退ですから、うん、高校卒業の単位がないとね、あ、大学に入れないんですよ、うんこれも変な話ですけど、うん、学校の授業でね仏さんは男性でもあり女性でもある女性でもなければ男性でもないんだよ、うん、っていう風な感じでねポロッと先生がおっしゃられたんです、まあ、先生すいません、うん、仏さん股間どうなってるんですかね加藤君そんなもん聞くもんじゃない、うん、まあ、すいませんもう一つ聞く仏さんは全員仁王さんですかそれを言わさないでください。それを言ってしまったら我々立場がないですからね。うん、で頭グッと下げはったんで、うん、よしこれいける。これが元来の形なんだよ。うん、って私は思ったんで、仏に近い形だからもう自分受け入れていいんだって思って、うん、その次の日からあの自分なりに頑張って助走して、うん、あの学校行くようになりましたね。あ、もう翌日から？翌日からですよ。だから女性の格好をして大学に行くよ。ね、もうその当時はまた筋骨ゆるでしたけど、ね。その時周りの人びっくりしなかったですか？びっくりしましたね、うん、本当に、うん、ブルースリーみたいな人間がいきなりにお題がしてるんですよそうですよね。え、しかも周りには言ってなかったんですか？特に言っていなかったですね。言ってなかった。周りの人間は言うてましたね、うん、加藤さん男から見ても非常にかっこよかった、うん、男らしい男だったんですね。せやのにこんなんなってまうとは、うん、実はカクカク近づかれてあそういうふうに戦ってはったんやななんてね、うん、言うてもらって、うん、そんな感じでねあのちょっとずつ女性化が始まっていったっていう形。うん、じゃあその先生の授業をきっかけにそうですねあるですね、その女体化していいんだって思えたってことですか？思えたとそれと同時に、うん、私も仏教自体ね不信感抱き始めてね、うん、っていうのはあのなんだあのそのしきたりだの、うん、その格式だのっていう風な中で、うん、そんなを守ることばっかりでね人を本当に助けてないやないかと思いまして、うん、へーそうなんですね。で私もいろいろ考えてね、うん、そのままいてたエリートコースですから、うん、あのねあの偉い職員にはなれたかもしれないけども、うん、その時私が自分で考えてまずね日雇い労働者の方々のところに行ってね、はい、あの本当の意味で人たあの助け求めてる人間とお寺来れるわけないじゃないですか。そうですね、信仰する余裕もないんやから、うん、そういった人に寄り添うって思って、うん、日雇い労働者のね、うん、方々のところにあの出向いて、うん、あの最初挨拶から始めましたよ、はい、うん、ね、そこから親しくなって、うん、でそんな中でするんやけども本当に苦しんでる人に寄り添う。でも彼らは男性やからね、うん、あの土木でもね穴掘りでも何でもできるんですよ、うん、本当に苦しんでない女性やったわけです。その時思ったんです。へえ、なんでかって言ったら力仕事もあれやしね、うん、それが私の勝手な考えやったのかもしれない、うん、でもそれであのそういったね本当にお店にも入れないような方でね立ちもされてるような方々ね、うん、そういった方々に私があの一人一人挨拶から始めたんですけども、結構無視されちゃいますね。されますよ、されますけども毎日挨拶してねあの1ヶ月ぐらいも毎日毎日もうあのビール持っていたこともありましたよ、ね、そんな中で打ち解けてくる中でね一人が言ったんですよね、うん、あなたねって有名な大学入って、うん、あなたはお坊さんで地位もある、はい、でも私ら基本的に言うたら高校中退ってこの世界入ってんよ、うん、あしらん気持ちなんか絶対わかるわけないんや、うん、聞くけどもあなたと一緒の立場になったらね、うん、私受け入れてもらうことできますかって聞いたら、うん、できるもんやったらやってみ、まあそう言いますよ、ね、って言われましたんでね、まあ、絶対できないと思ってますからね、うん、分かった絶対したろうなんて思って、うん、次の日帰ってきてその話をね友達にしたんですよ、うん、はい、そうするとね友達、うん、何思ったか私の携帯電話で、うん、
あのアダルトの面接、ニューハーフ のアダルトのね、うん、AV の面接、至る所にあのあれあのね、送った、面接以来のメールもめちゃめちゃ送りまくってたんですよ、うん、お友達が何を考えてるんや、うん、でもお前したいことを、うん、あの俺は手伝ったったんや、うん、踏ん切りさしたったんや、まあ、ひどいやつやな、行動力ありますね、その友達ひどいやつやななんて思ってましたけどね、うんうん、え、それがきっかけなんですか、そのアダルトに入るそもそものきっかけになったのはそれやったのかな、次の日の夜ぐらいにそこのね、はい、面接官から電話かかってきたんですよ、はい、明日の撮影に備えてね、うん、用意してください、え、私通ったんですかって聞いたら、うん、あ、間違えました、え、間違い電話だったってこと、めっちゃ腹立ちましたね、うん、お前そんなこと言ったらあかんと思うんだ、あの3年後絶対な、うん、あ、1年は無理や、3年後絶対この、うん、目の前に戻ってくるからな、うん、でそういうふうに言って私ブチッと切ったんです、うん、もうその時も悔しかったの、うん、屈辱なのでね、うん、そんな勢いでも頭に残ったその体験のこと、はい、言われたことがね、だから、うん、剣道部の当時の後輩を呼んできて、うん、あの学校の学校やないな、あれは公園かな、うん、校鉄棒にぶら下がるから木刀でな、あの一本ちょっと木刀であばら骨をへし折るなら一万円や、うん、折れんかったわかんとうかな、なんて言うてね、うん、あの木刀で折ったものは見事に当たったんやけど、うん、折れなかったんですよ、それはあれですよね、そのくびれを作るためにってことですよね、女体の体を作るため、そこばっかり言われてね、うんうん、あそこ言われたんですか、ね、あのそうなんだ、その面接の時に、うん、いやあの海外ではここあばら骨一本抜くんやと、うん、そんなこと言われたんですか、一本抜くお金がないんですよ、いやそりゃそうですよ、だからそんな感じでね、木刀でやっても折れなくてね、木刀で痛かったですよ、でから次に絶対折ったろう思ってね、はい、うん、ホームセンターでバールね、あの90センチのバールは、ね、はい、L 字のこの金属の釘抜きみたいなやつね、うん、あれ買ってこさして、この、うん、あのバールのこのヘチのところでね、うん、次こそは折ってくれよって、痛そう、もうそこまで来たらもうほとんど意地ですよ、はい、うん、じゃあ折ってもらって、でもそれ腕のいい後輩に頼まないと無理ですよね、いや私のこと怖いからね、うん、ミスるわけにいかないですからね、みんなでも水中でも何でしょうか、うんうん、塩ビパイプをボキッと折ったような音がもうここじゃないんですよ、お腹の中でするんですよ、いやほんで折れたなって思って、はい、1本目よりも怖さと痛みは少なかった、うん、本当ですか、もうアドレナリン出てたんだ、いやよくわからない、私も本当にねほぼ維持やったからね、うん、でとにかくその後輩にあの晒しを持たして、はい、ぐるぐる巻きにして、うん、それでね、あのそんなんで病院と怒られますからね、いやそれはそうですよ、でも怒られますよ、ほどかれて戻されてまた痛い思いしてるの、うん、まだ戻ったら嫌じゃないですか、うん、それなんで本当に1ヶ月ぐらいそのままでね、あの放置してね、くびれをこうやって骨をグッて中に入れて、そう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 、くびれを作った状態で晒し巻いて、そう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 、1ヶ月放置、1ヶ月放置ね、もう地獄のように苦しかったけどねでも当たり前でしょ、お金をかけずにね、そういったそれしかなかったからね、うん、まあよく行動に出そうと思いましたね、いやもう人間って追い込まれたらね、そうなってしまうんですよ、すごいですね、恨みの念が消えた時に、あ、あの悔しさはバネにはならへん、振り返ってみてバネになるもんやねんな、バネになってて気づくもんなんだなって、うん、その時は気づかなくても初めてね、うん、気がついた時にだいぶね、私も体も少しずつね、うん、触っていい感じに、いい感じとは言えないけど、あの筋肉を落として、うん、体を細くしてね、うん、いって、であともう一つ一踏みっていうところでね、はい、やっぱりあの個人で英語上位するのはね、うん、あのかなりね難しいとは言わないけども、はい、あの私もそんなに人脈のある人間じゃなかった、だから、はい、あの私の知り合いでね、あの私は親父さんって言ってすごい尊敬してるね、うん、あの画家さんがいらっしゃるんですよ、はい、アーティストの方で、うん、その方にそんな話をポロッとしたら、実言うたら私の知り合いに、うん、あのアダルトのプロダクションをしてる人がたまたまおるんで、はい、じゃ あの紹介してあげよう、その代わり、うん、あのお前もやっぱり覚悟を見せろ、うん、ということでね、気合の入った人ですね、気合入ってますよ、うん、本当にね、え、うん、男のもんやったらあの全身入れ墨入れろぐらい勇気でおったつもりやけども、あお前はもう女になってもだからな、ね、うん、もう後戻りでけへんっていうとこ示さなあかん、うん、ということで、うん、ならお前放教してこい、うん、そう放教できたら俺は紹介したるっておっしゃられて、うん、それで私あの
ずっとね、うん、あの貯めてたお金があったり、うん、それで放棄して、うん、しかもすぐ行ったんですね。すぐ行きましたよ。そのすぐ行くにするにしてもね、うん、これも放棄って一生に1回か2回ぐらいの話じゃないですか。そうですよ。なんか友達に、お坊さん関係の友達で仏師さんってあの仏さん掘るね友達がいましてね、うん、あの仏道掘るね、はい、いや私の今の体に一番ベストなあの胸のサイズってどんなもんやろうなんてね、うん、言うて 2,3 日かけて2人でね、うん、キャッ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 言いながらね、うん、あの私のモデルを作って、はい、これやったらこのサイズでこれやったらこのサイズでなんて言って、うん、あの一番自然に見える形をね、うん、あのその物資の友達がプロデュースしてくれてその状態のそんな経緯があの、ねうん、絵図をねあのクリニックに持ってこういう形にしてほしいんです、はい、サイズこんなもので、うん、加藤さんちょっと痛いよ、うん、どういうことですかって言ったらこの形にするには大胸筋の下にあのシリコンバッグを入れるしかない、はいうん、だから痛みたいでだったらもうそれでいくっていう形でね、うんうん、あの言われて、はい、でも私も後戻りできへんからね、うん、だからそれで勢いで放棄してしまったっていう、ね、でも結果としてはねあの、はい、いろんな方がね、うん、あの言ってくださるんです。あの加藤さんのあんまり大きからず小さからずそのぐらいが一番いいですよってね、はいうん、言ってくれはるようになりましてね、うん、だから結果としてその物資の友人だからいろんな人の協力や、うん、いろんな人のご縁でね、うん、あの私もアダルトデビューっていう形になってますよね。あ、そうなんですね。あのせっかくなのでせっかくネット番組なので、はいはい、くびれ見てみたいんですけど、いいですか。いいですよ。ここね。どこですか。ここで折ったところは。ここ折ってあるんで触っていただくとね、はい、ちょうどここですわ。うん、骨の折れたのが分かるはずです。わあ、本当だ。これね。本当だ。という感じで、本当だ。元来ここなんです。ここをバキッとね。本当だ。本当ですね。すごいです ね。痛かったけど、良かったです。これあの痛みはウイスキーで我慢してたんでしょ。そうですよ。痛み我慢するのに動くこともできへんし、うん、寝て我慢するしかないからね。はい。一番辛かったのはトイレの時でしたね。うん。私の住んでたところはたまたま和式トイレだったんですよ。いやだからもう座んのがもう痛くてね、はいうん、だからもう本当にいろいろ考えて、うん、ね、お手洗いの方法もいろいろ工夫したもんですよ、うんね、ペットボトル上を切ってね、はい、下をちょっとあの、うん、あの上後調にしてね、はい、あの立ったままお手洗いできるようにしたりとかね、うん、座る時ももうしゃあないからこの和式のところをね、うん、あの段差があるんでね、はい、そこのところにティッシュペーパーを引いて上に座ったりとかね、うん、大変な思いをして作ったくびれなんですね。くびれですよ。大事なくびれですよ。本当に私他にもなんでアダルトの業界に入ったのかとか、うん、そういう理由も聞きたかったんですけども、はい、お時間なのでそういう理由はまあ以前ねあの、はい、加藤さんが、まあ、ウェブの媒体でいくつか取材を受けてると思うので、そうですね、そういうのとかで書いてあるの で、 そ う、 です、ね、そういうのね見ていただきたいなと、そうです、ね、ちょっと今回は聞けなかったけど、ね、またいつか今度ぜひ、はい、ありがとうございますね。あの加藤レイ AV 女優スペース僧侶で調べていただくとあのすぐおそらく私が出てくると思うので、ね、あなたしかいないです。いや私しかいないです。そうですよ。あの見ていただけるかと思います。はい、ね、ではですね最後になんか告知ありますか。告知ですか、うん、あの実言いますとね私はあの毎日一言ねあのツイッターでね、うん、あの今日の一言って言ってねあげてるんです。はい、あのもうそれずっとねここ2年か3年ぐらいかな、うん、ずっと続けてるん で、うん、で皆さんに非常に好評なんで ね、 そうですね。もし機会あったらね、うん、あのご覧になってる方で興味ある方ありましたらツイッターも、ね、ぜひね、うん、あの調べてね、はい、今日の一言読んでいただければ嬉しく感じます、はい、なんか参考になるかもしれないです、ねね、うん、ではですね、はい、じゃあその加藤さんのこと気になった方多いと思うので、はいはい、ツイッターを見ていただいたりあとですね、まあ、そのインタビュー過去に受けたインタビューを見ていただけるともっともっと掘り下げて加藤さんのことをね、はい、詳しく知れると思うので、はい、ぜひ見てみてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ではですね私からは、まあ、この本をまあ、ちょっと見ていただけたら嬉しいなっていう感じです。興味ある方見てみてください。はい、では第3回目のゲストはお坊さんニューハーフ AV 女優の加藤レイさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では皆さんまた、ではでは。すいません、ありがとうございます。
Tokyo Borderless TV